お花が咲いて、菊の花が咲いている。ここが菊の門やな。そう。菊の御門やな。御門。うん。こんにちは、ポロロッカです。こんにちは、ポロ、おはようございます。おはようございます、ポロロッカの村崎です。前回ね、はい、あ、前回じゃない、去年ね、うん、紫水晶年末撮りに行ったじゃないですか。行ってきましたね。うん、その辺の、まあ、GoPro で撮った分と、うん、携帯で撮った分の一部を、うん、まあ、あの、パソコンの D ドライブに入れてたんですよ。はい、うん、それを SD をフォーマットしたつもりが、うん、そっちをフォーマットしちゃって、あら、全部消えました、そこ。他にも動画いろいろ消えました。ごめんなさい。おしゃがですか。おしゃがです。おしゃがですね。何やで。くわばらくわばら。ということで、はい、まあ、紫の動画は、うん、まあ、携帯分だけで一本なんとか、まあ、作ろうかなと思ってるんで、これをちょっとオープニング差し替えで入れさせていただいて、はい、うん、その時の模様をちょっと流したいと思います。で、これまたこれを使って、うん、今日 今から行く新しい産地のところも、うん、使い回しができる。うん、それはまた別で同じ、これからカメラ切ってまた、うん、おはようございますってまたやり直すわけね。了解。はい、というわけでその時の様子はこちらです。ドンドン。かわいいの、そしてこっちもかわいいの。以上、村崎選手でした。うん、おぐうおぐうおぐう。これが動きました。動きました。色入ってます。はい、調光が来ましたね。来ました。次この上行きますよ。これ動く、うん、かこれを溶けたいねんけど。あ、動く。じゃあね、さっきからバールではちょっと動いてんねんけど、うん、もう一度行けんねん。もう一度行く。うん、もう一回呼ぶから。はい、頑張って。はい、頑張りましょう。はい、はい、はい、動きました。動きましたか。この奥に、はい、おると思うんですよ。で、さっきポロッと出てきたのがこれです。お、ありますね。ね、行きますね。行きますよ。はい、じゃりん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 。ふぅ、動いた。おるけど、どうじゃ奥は、我慢なってる。あ、さらに石がある。さらなる壁が、立ちふさがって、ポロロッカの前に立ちふさがっていた。そんなバカな。ハワイと思うねんけど、どうですやろ。めちゃくちゃいいです、ね、こんなん好きやろ、うん、はい、あげる、はい、え、いいですか。いいよ。ありがとうございます。どうぞ。あともう一個可愛いなと思った、これお花みたいな、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこれよかったら置いて帰ろう。置いて帰る。あちゃこちゃつついて、はい、でもうだんだん夕方になってきて日が落ちてきたんで、もうぼちぼち、うん、今日は、うん、撤収しましょうかということで、はい、今日のまあこっち、これあのまあまあ綺麗んじゃないだろうかなと思えるやつ。何言われたら私はこれ出すしかない。これめっちゃあの濃いやつね。そうやね、うん、今日は、うん、ちょっとと厚かましい感じがようわかる。で、これも持って帰んやろ。持って帰る。これ、玄関先に飾って郵便さんに綺麗にね、って言って郵便屋さんに言ってくれたことないって言って、うん、これあの、皆さんが好きな饅頭タイプじゃないですか。そうですね。ね、うん、これ洗ってまあどんなもんか、まあ、お楽しみ、うん、石鹸の力はどんなもんか、うん、あー、ね、この方がこんなんとか、うん、はい、青食べた。それはもうこういうややこしいの好きやねんな。私は
こっちもあって、ちょっと好き放題。私はこういう可愛い、うん、色っぽいでしょ。そうやね。うんうん、まあちょっと後で洗ってみてもいいしな。そうですね。うん、今日はそんなこんなところで一旦引き上げますか。はい。では、はい。サワーに来ましたんで。洗ってみたいと思います。うん、洗ってみてください。私ちゃんと大きいのも取ってるんですよ。分かった。何の言いよ。ちゃんと取ってるからね。はい。はい。もう一番ちっちゃいのから。はい。いきます。はい。こちら。こんなの好き。はい。はい。ああ、寒いね。水冷たいのな。うん。色はね。かわいいかわいい。うん。あ、いいですね。いいです。うん。な、好きやな。うん。ほんま、こんなばっかり撮ってる。次。次、こちら。はい。これも、これ、どう言ってんの？あー、綺麗な。うん。山入りで。綺麗です。美しいです。で、次、これ。さっきのデスクで買ったのに買ってこれ。ほら。これ、お水にジャボンって使ったら、うん、何ぼくれます？むしろなんで俺がお金あげなあかんの？まあね、なんか、いや芸を見芸を、そうそうそう対価でしょ、うん、うん、押し売りやな、うん、これはちょっと塩酸しやんとダメかな。これもう金ボケのままでええんじゃん。うん、後ろ後ろ後ろが、はい、後ろを見てほしい。お、後ろがかわいい。そう、はい、後ろを見てほしいね。はい、次これこちら、はいはい、あれ、まあ、私が5万円あげるからここへ入ってっていうか入ってもらえますか？どんぐらい入るの？え、割と、ね、首前、あの寝そべり欲で5分ぐらい。無理まあまあやな。あ、ランクが下がった。なんでや。綺麗なのに。ではこれいきますよ。紫さんの好きなまんじゅうタイプ。ちょっと角張ったな。もう中身だった。なんだそういうところ。冷たでしょ。冷たい。でも5分入ったら5万円もらえるんですよ。5万円あるから5分入ってくれや。いいよ。ほんまやな。うん、その代わり、はい、これ石鹸の力が必要だ。必要だ。横は美しい。うん。マシャチ。うん。うん。これは冷たい。よいよい。はい。はい。次だ。冷たい。その代わりあの鶴の恩返しで入浴中は見られへんからさ、僕離れとってもうて。5分入りました。そうそうそう。言うて帰ってくる。冷たい。無理だ。これ。あ、綺麗綺麗綺麗。これ綺麗じゃないですか。あそこね。うん。おお、ファントム。綺麗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 。ね。よかです。うん。次。これ変態的なやつ。これ絶対落ちひんよ、洗っても。まあ洗ってほんま何万条かわからへんやつまだ置いてるもん。これは3やな。うん。で、めっちゃこの土を落としてからじゃないと変な色になってな。うん、で後ろ綺麗ね。後ろはいいけどな。うん、お花が咲いて、菊の花が咲いて、ここが菊の門やな。そう、菊の御門やな。御門、うん、に、い、お皇室のな。そうですよ。何も私そんなアダルキのこと考えてない。お前頼むわ、もう。ここで訂正してんの覚えて。よくないよ。プロゴモンです。そんなん言うとバチ当たりだよ。ただの聞く。帰ろう。はい。